か早いな。ここに語るは、アマレの道家の物語。少女に笑顔を捧ぐため、己の使命を果たすため、来る日の舞台の幕を開ける。踊りに来たら舞い踊る。百物語第6話、わらわの少女と死ねない道家。今日も少女は客席に。それでもわらわの少女を前に、やがて彼らは競い争うようになっていった。誰が笑顔を捧げるか、競い合いの答えなく、ただいたずらに時は過ぎ、芸だけがただ磨かれている。争うために生み出した技と力を虚しく咲かせ、歩み続ける真夜中の日々。そんな果てなき絶望の中、一人の道家がつぶやいた。今の力と技とを合わせ、一つの芸を咲かせれば。道家たちは再び集い、己が使命に果たすか、最後の舞台の幕が今日も少女は立ち続き、百物語第6話、これにて終幕。